3発目蹴られた時にお前わざとだろって言っちゃって、もう本当痛すぎて思うよ。憎しみっす。練習は復帰チャンス1週間ちょっとで、でももうミドルとか大丈夫なんですけど、もう足とかの軌道入った瞬間にもう怖くて、蹴った後切り返されるじゃないですか。もう自分も蹴れないですもん、もう怖くて帰ってくるんじゃないかみたいな。イップスみたいなんですか。ちょっとまだビビってます。まだちょっと、はい、でも試合前に多分まあ克服できてるんで、まあ、ちょっとローブロー対策、もうじゃあもうここら辺ローのちょっと上蹴られるもん怖いっす。まあ誰も悪くないよ、両方です。蹴られたら蹴り返しなんで今回テーマな、ちょっと我慢して蹴り返します。心理戦になってきますよね、あっちは本当に蹴ってくるのか。ローキックを打ちづらいって部分ってのはやっぱり若干ありますか。正直ないですね、全然。はい、なんかそこでビビってたらまあどうなのかなっていうのは すごいあるんで、関係ないかなって思います。やりづらさはないですね、全然。まあ全然蹴ろうかなって思ってます。ちょっと違う技を出そうかなっていうのはあって、まあその技を練習してるところですね。それはもしかしてお兄ちゃんの大崎和樹選手と同じ技ではないですよね。インパクトのある KO でした。間近で見れて、まあ、次僕の番なんで、すごいやっぱ刺激になりました。関係ないんで、もう試合なんで、そんな怖がってたら勝てないんで。蹴ったら蹴り返します、次は。次はもうやり返します。もうずっと不動の、まあ、鈴木選手じゃないですか。でもチャンピオンが2連敗しちゃダメでしょ。今回勝って鈴木選手に勝てば一気にバンタム級動くじゃないですけど、まあ、動かします自分が。テクニックでは勝ってるんですけどね、やっぱりその前回の試合で今回やらなきゃいけないことが分かったんで、今回はそれが出れば普通に勝てるんじゃないかなって思います。技術は本当にトップクラスなんで、正直今向こう次第っていう感じじゃないですかね。前回通りに来るのか、もっと好戦的に前に出てくるのかで展開は変わってくると思いますけど、まあ、僕は基本下がるスタイルじゃないんで、まあ捕まえてみろよって感じですよね。俺次第とかじゃなくて、ほぼほぼ俺もらってねえから。あ、危ない、蹴り返して。筋的効かない、今回出れば、今回出れば筋的効かない。美学じゃないですか、もなんか顔綺麗のまんま勝つ。 KO KO。でもね、これは結構いろんな人が経験する怪我では、アスリートではね、あると思うんですけど、やっぱりこう辛い期間ではありますし、あとみんなにはこの怪我してもらいたくないですね。
なんか何やっても気に入らないみたいな、そんな感じなんですよね。膝ですか。ラウンド3。ここからですからね。ちょっと心配ですけど。一番どん底に落ちてるときにやっぱ支えたいって言ってくれる人が結構何人もいらっしゃって、ね、やっぱこう上がってるときってみんながみんな応援してくれるじゃないですか。でもやっぱ落ちてるときっていうのは本当にみんなのね言葉とか本当それがあったからこう頑張りましたね。本当に格闘技ってこう個人競技だけど、周りのサポートがあった、周りの指導があって本当に成り立ってる競技だと思う。やっとですね、まあ、自分にちゃんと打ち勝って自分の体にも勝ってしっかり勝ち方とかもアピールできたらなっていう試合をねしていきたいと思っています。で同じ日のメインに、真夏選手とテッサレコム選手のタイトルマッチがあるんですけど、私がそこを届きたい場所ではあるので、真夏選手しっかりライズ代表として日本人としてベルト防衛してもらいたいですね。しっかり自分が勝って自分の足でel rival está bien, el rival está bocuñando mucho por lo que dicen, viste, como que está poniendo a todos lados, como que me va a ganar, me va a noquear y toda la bola, pero está toda la familia acá, tanto su hermano, tu no, quiero dar muy duro, sí. Ototo, ¿quién es mi? ¿Lauti? Está Lauti, Johnny, Noe, Raúl, Benjamín. Ototo, todo ni son muy mozos, está bien. ¿Familia acá, los poquitos que estamos acá, para que los vean? No, está bien, está bien. Tenés muchas ganas de venir, ¿no? Estás esperando, ¿no? Muchas ansias. Mucho tiempo sin vernos, y aparte que bueno, ya creo que es el momento de poder ir para aquellos lados. ¿Dónde querés venir de Japón? ¿A dónde querés ir? No conozco nada. Yo con tal de verte a vos, la cárcel me sobra. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. アルゼンチンは全然安全の国じゃないから、日本に来てチャンピオンになってお金もいっぱい稼げたら日本に呼ぶか、もっと安全のところに家買おうかなと思ってる。今日いるんですけど、明日家族いるかいないかわからないから、もしかして殺されちゃうかもしれないから、多分世界に見ると70キロで一番面白いの階級だから、なんかワンチャンピオンシップとか見たら化け物しかいないから、まあ、日本でその戦いのスタイル見せたいから、みんな70キロの階級の試合見て強さ見たら喜んだらそれだけですし、まあ、ライズファイターとして世界行きたいです。No hay muchas palabras para esto. Así que el apoyo de acá, de toda tu familia que te acompaña siempre a la distancia, pero estamos todos, como siempre. Haciendo nuestras previas, acompañándote en el corte de peso, como siempre. Juntos. Lejos, pero juntos. 結婚してから負けなしですね。勝てばタイトルって聞いてるんで、はい、そこは気合い入ってます。すごい
これにかけてる気持ちが全然違うかったんかなと思って、その最後の気持ちが延長のあの1ポイントだったんかな。また最初から早く。ほんまにずっと2週間ほど練習もせずにやったんですけど、もう一回勝つ姿が見たいって言ってくれたんで、そこでバッて切り替えれたかなと思う。もしかしたらそのままタイトルマッチ行ってたら負けてたかもしれないんですけど、前回の負けがあったからここから這い上がれるチャンスももらえたんかなと思う。ゆうやにめちゃリスペクトしてますね、本当に。なんか子供いるし、でも練習ちゃんとやってるし頑張ってるから、でも試合が試合だから、リングの中でも倒さなきゃいけないから、また負けます。かわいそうですけど。今回の試合は、まあ、また違った優也を見せれるんじゃないかなって思います。この試合勝ってママに一回呼ぶから楽しみにしてます。ママ、テアモ。